はい、ということで、皆さんこんにちは。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 ちょっと一回水を置こうかな。はい、置きましょう。皆さんこんにちは。こんにちは。いいっすね。最高っす。いいっすね。はい。はい、若いみんな。え？みんな若い。みんな若い。おお、はい、ということで、はい、第12回伊丹五条屋台村、始まってますが、皆さん盛り上がってますか？イエーイ。よっしゃ、盛り上がってますか？イエーイ。では大輔くんの声大きいな。そうですね、もう一回だけ行きます。もう一回行こう。はい、盛り上がってますか？イエーイ。いいっすね。最高っ。上がってきた、テンション上がってきたぞ。いいね、いいね。はい、ということでね、はい、美味しいご飯屋さんなどがね、いっぱい集まりました、はい、伊丹のオールスターズ15店舗、15店舗ですよ、はい、多いっすね。多い、最高。しかも美味しそうな匂いがまた、もう、お腹すいた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 ということで、はい、にぎわっておりますけども、はい、今日はね、18時頃、まあもう今18時過ぎてますけども、そうですね。伊丹の魅力を全国にというね、の合言葉にですね、はい、ビバ伊丹サンロード商店街ありますね、はいはい、あそこの、若手が、プロデュースしました伊丹発ダンスボーカルグループ、はい、噛みました。もう一回行きましょう。伊丹発ダンスボーカルグループ、はい、プライムの、はい、初ライブがね、本日ございます。拍手は、イエイイエイ、拍手。マジ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 ということで、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。もう本当にね、この間のプライムですね、はい、この間の2月に、はい、ビバ伊丹サンロード商店街でですね、はい、プライム結成記者会見。なんすか、記者会見。記者会見ですよ、皆さん。本当に。すげえ。ねえ、僕らしたことないね。ないです。そんな縁ないです。そんなすごいことをね、やってのけましてですね。はい。僕も、スタッフとしてね、同行させていただいたんですけど。あ、そうなんですね。はいはいはい。結成してからね、1ヶ月ぐらいですか。1ヶ月ぐらいで。そんな間もないですね。練習もね、短いし、はい。本人たちも、デビュー曲が初お披露目。おぉ。やったんでね。はい。そう、緊張してたと思うんですけど、はい。まあ、最高のスタートを切ったんじゃないかと。そうですね。いうことでですね。はい、今後のプライムをね、見逃せないということで、はい、皆さん、伊丹のイベントなんかで、たくさんプライムを見る機会がね、今後あるのではないでしょうかというふうに思いますのでですね、はい、ぜひぜひ今後ともプライム応援していただけたらなというふうに思いますので、はい、よろしくお願いします。皆さんお願いしますね。よろしくお願いします。皆さん、ありがとうございます。いいね、こんなに愛されてるプライム、羨ましいね。羨ましいですね。僕らも愛して。え？違う？うん？愛してということで、そうそうそう、はい、俺らね、まあ伊丹出身じゃないけど、はい、やっぱり伊丹に何回かこう来させていただくことがあるからね。そうですね。やっぱ染まっていきたいね、伊丹に。染まりましょう、はい、染まっていこうということで、そういうことですよ。そういうことですね。僕たちは何なんやと、お前ら伊丹ちゃうかったらなんで来たんやと、何しに来たんやと言いましてですね、はい、まあ、僕はあの、僕らね、分かりやすく言うとね、前座ですよ。前座ですね、みんなで盛り上げようと、はい、すっごく盛り上げてね、プライムにバトンタッチしようかなと、はい、いうふうに思いますのでですね、はい、僕たちですね、プライムの、所属する事務所、はい、マネジメントですね、マネジメントする事務所の先輩と後輩でございまして、はい、後輩です。プライムの出番をもっとね、盛り上げようかと、はい、いうね、心意気で来ましたけどもですね、はい、はい、めくりますよ。めくります。めくりますね、はい、本当に、はい、で僕なんですけど、僕ね、朝倉元気って言うんですけども、はい、去年のですね、はいはいはい、第11回の伊丹五条屋台村にですね、出演させていただいております。あ、そうだったんです。実は、知らなかった。実は出演しておりますよ。へ、その時はね、そう、カバー曲とですね、自分の曲を歌ったんですけども、はい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 、またこうやってね、まさか呼んでいただけるとは思わないですし、で大輔くんは初めてやね、今日。僕今回初めてです、ここで歌うのはね、はい、だから緊張はしてると思うけど。緊張してますね。楽しんでいこう。楽しんでいきましょう。超楽しんでいこう、はい、ということでね、プライムの初ライブなんで、はい、僕たちも楽しみなんですけども、はい、プライムの出番のね、前にあっためちゃうよ、あっためちゃうでっていうね、はい、すっごい僕の声だけ響きましたけどね、今、はい、意気込んできたんですけど、はい、まあ、冷え切ってしまったらね、それはほんまに申し訳ないんやけど、はい、やっぱりみんなお客さん、今ここにいらっしゃる、もう全ての全員ですね、伊丹市の方に、はいはい、お伝えしたい、盛り上がっていただきたいということをお伝えしたい、はい、ぜひぜひ盛り上がっていきましょう。行きますか、恒例の、はい、恒例のもう一回行きますか。行きましょうか。皆さん、僕たちと一緒に盛り上がってくれますか。イエーイ。盛り上がってくれますか。イエーイ。すっごいね、嬉しいね、はい、じゃあラストもう一回だけいいですか。大輔くんが行っちゃおう。じゃあ最後僕が行きますよ。それでは伊丹の皆さん、盛り上がってますか。
イエーイイエーイイエーイ、いいねいいねいい感じやね、ほんと楽しいわ、ほんとに、はい、MC しかしてないけど楽しいわ、そうですね、うん、おりますえおりますいやダメダメダメいっぱいいい曲歌おう、いい曲歌おう、ね、いい曲歌おう、はい、ということでですね、はい、あのまずは、プライムの先輩と後輩による僕らのね、はい、僕らの、コラボ曲というか、あの一曲ね、カバーをコラボでお届けしたいなというふうに思います、思います、はい、いきますか、聴いてください、それではね、あの盛り上げたいなというふうに思いますので、よかったら皆さん手拍子なんかしていただけると、はい、ものすごく嬉しいです、嬉しいです、はい、はい、ということでね、それでは、皆さん聴いてください、ラララブソング、一言もいらないさ、
どうだどうだうどうだそんなもんだどうだなんやこれはいはいもうちょっとねはいはいはいということでですねありがとうございましたはいということでねはい大輔くんはここまでとありがとうございました皆さん本当にいかんといてって声はないですけど皆さんも求めちゃダメですよはいということで大輔くんねありがとうございました大きな拍手を、皆さんお願いしますお願いしますはい、はいはいということで少しねお水飲ませていただいていいですかごめんなさいね本当にはいはいということでですねここでですよ少しね厚かましいとは思うんですけども僕のね去年ですかねファーストシングルを、自身初のファーストシングルをね発売させていただきましてですねその曲を今日は少し歌わせていただこうかなというふうに思っておりますので皆さんどうかあごめんなさいありがとうございますということでね皆さんどうか温かい目でねこの曲は皆さんの盛り上がりがすごく大事なので僕はね僕もそして皆さんも楽しく、この空間作れるように手拍子やったりしていただけるととても嬉しいですはいということでですねそれでは、僕のファーストシングル、聴いてください Change it now暗い影にさよう
そうですね、ありがとうございます。イエーイ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 ありがとうございます、本当にほんまにね、手拍子の温かさといったら本当にもう本当にね、僕らアーティスト本当にあの些細なお客様にとってね、些細なことかもしれないですけど、あの手拍子とか声援っていうのはすごい歌いやすさに尽きるので、よかったら次に登場するプライムにもね、あの温かい拍手とね、温かい拍手と手拍子で迎えていただければなというふうに思います。ということで皆さんとね一つになれたということでね、一つになったということでよろしいでしょうか。一つになれたということでですね、それではですね、お待ちかねのねプライムの皆さんにね登場していただきたいと思います。